はい、ドラゴンボールスクラッチ亀仙人トリプルアタックということで、これをやっていきたいと思います。全3回のチャンスということで、このアタック1,2,3を、全部削って、縦にね、このマークが2つ出れば当たりということになってます。1等がね、亀仙人が縦に2つ並べば1等100万円ということで、6等が、巾着200円、多分ね出るとしたら巾着だと思うんですけど、まあ100万10万1万とここら辺が当たってくれたら、嬉しいですね。今回これ、またね10枚買ってますんでやっていきたいと思います。アタック。なんで今亀仙人なんですかね。削りづらいな。前のね、この前にやったあのベジータのやつはすごく削りやすかったんですよ。もう滑らかな感じ。あ、でもここは削りやすいな。はい、巾着 Z 外れ。アタック3。亀仙人、ドラゴンレーダーで外れということで、こんな感じですね。縦に、2つ同じ絵柄が出れば当たりと。1枚目は外れです。どんどんやっていきましょう。はい、2枚目、外れ外れ、アタック3、外れ。亀仙人頑張ってくれ。はい、3枚目、外れ。 Z10 万カプセル外れ。丸亀巾着外れ。3枚目外れ。はい、4枚目、外れ外れ。亀仙人 Z 外れ。4枚目外れです。はい、5枚目、全部外れっていうのもありえるんでね、ちょっとそろそろ当たってほしいですね。外れ外れ、あれ。はい、亀仙人 Z、 ここなんか期待持たせてるんですかね。はい、6枚目です。もう半分終わっちゃいました。外れ、アタック2。そう、この巾着が出て、来い巾着、来ない。カプセル、カプセルは5等1,000円。はい、カプセルも来ません。6枚目アウト。7枚目、ちょっと怪しくなってきましたね。巾着亀来ませんね。こんなに来ないのは初めてじゃないかな。カプセル、ドラゴンレーダー、亀仙人、これ一等ね。ほい、亀仙人 Z 多いな。はい、8枚目です。あとがないです。カプセル、亀仙人、
巾着、俺ドラゴンレーダードラゴン、ん？丸亀は3等1万円来い。ゼット。はい、9枚目。ちょっと泣きそうですね。巾着お願いします。俺亀仙人、これ1000円だからね、お願いします。違う、丸亀三等、うどん、丸亀製麺、来ない。 Z ラスト。